はい皆様こんにちは、えー、時間になりましたのでセッションを開始したいと思います、えー、本日のこのセッションは「えー、HowOpenStack is i m p l e m e n t e d at GMO Public Cloud Service」ということで GMO インターネットの,そのオープンスタックの活用とかパブリッククラウドでオープンスタックをどのように使っているかとかそういったお話をしたいと思います で私は GMO インターネットの斉藤博信と申します前半は私からお話ししてで後半はゴーコからお話しするといったそういった前半後半の 2, つ2部構成で進めさせていただきたいと思いますで最初の私のパートは昨日の昨日とのフォローアップのような形で、まあ、我々のプラクラウドサービスがどのようにオープンスタックを使っているか でそしてそれらのクラウドがわれわれの事業にどういった影響を与えているのかそういったことをお話しします後半の午後の個のセッションの方はより技術的な突っ込んだ内容になりますわれわれのクラウドサービスの裏側とかあとオープンスタックとの関係ですねそういったところをお話しする形になります全体で40分ぐらいですねどうぞよろしくお願いいたしますでこちらが本日の全体になります えっとすません今ご説明した感じですねはいで最初に GMO についてお話をしますそして次に我々がなぜオープンスタックを使っているのかこれを2番目にお話ししますそして3番目に g o の方から技術的な部分をお話したいたしますではまず我々 GMO インターネット株式会社についてです 我々 GMO インターネットは日本を代表する総合インターネットグループへというキャッチコピーでインターネットに関するさまざまなビジネスを行っている会社です現在 GMO グループはグループ全体で86社うち上場企業が9社そして全体で4415人のインターネットのプロフェッショナル集団で構成されています そしてそのうちエンジニアが全体の40%を占めております。もともと失礼しました。私たちは1999年の8月にインターネットの企業として日本で最も早く上場した企業になります。で現在は日本を代表する総合インターネットグループを目指して4つの事業領域で構成されています。こちらが我々の事業セグメントです。 左上インターネットのインフラ事業企業や個人がインターネット上で情報発信をするために必要となるサービスを提供する事業ですそして上の真ん中こちらインターネットの広告メディア事業ですこちらインターネット上でさまざまな集客を支援する広告などのサービスを展開している事業ですそして右上インターネット証券事業 こちらはインターネット上で手軽に証券取引や FX 取引が行える金融サービスを提供している事業になりますそして下がモバイルエンターテインメント事業こちらは2011年頃から提供開始した事業ですで既存事業の技術力やマーケティング力あとキャッシュフローなどをこちらの成長分野に投資して収益の4本目の柱にしていきたいというのが現状の状況です GM インターネットグループはこれら4つの事業から成り立っておりますで今日お話しするわれわれのクラウド事業ですねこちらはこの左上のインターネットインフラ事業に属するサービスになります、はい、こちらがわれわれのインターネットインフラ事業の概要ですですみません、このページは少し一部、えー、日本語のままとなっておりますどう 我々がインフラネットのインフラ事業と呼んでいる事業がこちらなのですが要は我々のユーザー様がインターネット上でビジネスを行うために必要なサービスをまとめて提供するというものです例えばそのドメインドットコムやドットネットドッ,チドット JP のようなものです、ね、とかあとセキュリティ SSL 決済 EC サービス支援そして広告なのです ユーザーがこういうサービスを利用するにあたって多くの場合、まあ、サーバーとかクラウドが必要になりますで我々のクラウドサービスはユーザーのビジネスを支えるために非常に重要な事業となりますそして我々はさまざまなインフラ事業をすべて自分たちで提供することでサービス同士のシナジーを生かしてユーザーに提供できる,と,できると考えていますでこのようにあのクラウド事業というのは 我々の事業にとって非常に重要なポジションを占めています。では次に GMO インターネットの,のオープンスタックの使われ方をお話ししたいと思います。我々は現在4つのオープンスタックベースのクラウドサービスを展開しています。まあ、クラウドのサービスには限らないのですが GMO インターネットは自社のサービスを自分たちの手で設計して 実装ししてて運用を行うという,行うようにしていますでそうすることで我々は知識とか経験がやノウハウそういったものを蓄積することができてで一方でユーザーに対しては最適なサービスをスピーディーに提供できるとそう考えているからですでこれらの,あの4つのクラウドのうち一番最初にしたの登場したのがこの左下のお名前 VPS というものです 最初は VPS サービスとしてオープンスタックを使い始めたんですね。で、その次に出たのが右上の GMO アプリクラウド、で、次に出たのが、えー、左上のコノハ、で、最後に登場したのが右下のお名前ドットコムクラウド、そしてあの今年の2015年の5月に、左上のコノハというもののサービスリニューアルを行いあの、オープンスタックベースの完全なクラウドになりました。 えー、この他は、えー、我々の OpenStack のプロダクトの中でも、えー、と非常にアグレッシブなプロダクトをもだと思っていますこの他では OpenStack のコンポーネントをベースにしたあの非常にたくさんの機能がありますで一方で OpenStack の API をユーザーが使うことができるのが特徴ですでほとんどの API が公開されていますなのであの ユーザーはそのオープンスタックに対応したソフトウェアとかあとサービスをそのままコノハ上で使うことができますコノハは多分我々のこのオープンスタックベースのクラウドの中でも一番オープンスタックの機能をフルに使っていると思います、まあ、この4つのように我々オープンスタックを使うことであの常にプロダクトの改善とかを行えています 我々がオープンスタックを使う理由はいろいろあるのですがちょっと3つにまとめてきました1つ目のオープンスタックには我々のようなクラウド事業者にとって必要な機能がたくさん実装されていました仮想サーバーの管理ネットワークの管理あとストレージといった部分ですねかなりの部分でオープンスタックのコンポーネントを使用していますこれによってやっぱ開発期間とか開発リソースを 削減することができましたで2番目オープンスタックのやっぱコンポーネント同士の独立性が高くてその都結合なんですねで REST API で連携するようなアーキテクチャなのでこの我々の例えばサーバーの部門ネットワークの部門ストレージの部門課金管理の部門などこのコンポーネントごとに我々の専門のチームが開発することができたとで最終的にはそれをマージしてプロダクトにするみたいなそういったあの開発非常にあの まあ良かった開発体制を取ることができました。で最後です。あのオープンスタックはやっぱオープンソースのソフトウェアなので、その独自の機能を我々が実装することができました。え特にこのかは結構多くのコンポーネントで手を入れて使っています。まあ、お客様が使う機能もそうですし、あと我々のなんか内部的な処理ですね。例えばその我々の課金基盤と連携したりとか。 ユーザーが使う部分ではあの、コノハはちょっと独自の拡張を加えて、VM に対してユーザーが ISO イメージをアタッチするという機能があるんですね。でそれによってユーザーは VM に対してあの ISO、ISO イメージから OS をインストールするといった、そういったことが可能になると、そういった部分は我々の実装だったりしますね。でこれらがコノハで利用している OpenStack のコンポーネントの一覧ですね。 でそうですほとんど使っておりますでほとんどの、ね、コンポーネントであのす,べリすべてのリージョンに置いておりますでこれ中央がこの葉のサービス名で左側がこの、えー、とオープンスタックのコンポーネントですね、はいはい、で今のが今までがわれわれがオープンスタックをなぜ使ったかという理由の部分ですで ここからあの少しエンジニアらしいことをお話ししようかなと思って、えっとまあ、私あの、今回のサミットで結構ビジネスとか会社のことを話してたんですがもともとアプリケーションの開発者だったので少しオープンスタックの,の API を使ったツールとかいろいろ書きましたのでちょっとその辺りをお話ししたいなと思いますでここに出てるベイグラントとドッカー,はドッカーマシーンは2つはプロビジョニングツールですね。で 上のこのベイグラント、多分使われている方も多いと思うんですが、これ、バーチャルボックスとか、あと AWS デジタルオーシャンみたいなところで、自動プロビジョニングを行うツールですね。で、多分もうエンジニアだけじゃなくて、アプリケーション開発者とか、多分ウェブデザイナーみたいな人も最近は使っていると思います。まあ、もちろん私も使いますし。で、下のドッカーマシーンは、ちょっとこれは割と最近出てきたもので、ドッカーホストをプロビジョニングするというのを、ドッカーが公式で作ってるんですね。 ドッカは最近ツールボックスというのでいろんなドッカに付随したツールを作るようになっていてそのうちの1つですねこれはちょっとまだまだベータ版なんですがもうすぐあのオフィシャルになるらしいですでこの2つなんですがあのオープンスタックのドライバーがあるんですね要はあのオープンスタックに対応したシステムに対して、まあ、プロビジョニングを行うというものですねで残念ながらあのこの2つ結構木の葉で動かなくてですねで 問題となった点は2つでコノハは IPv4 と V6 のデュアルスタックに対応していたとかあとプロバイダーの方がそのフロープティング IP にしか対応してなかったとかちょっといろいろ細かい治療法で動かなかったんですねでオープンスタックは結構、AP、オープンスタックに対応したっていうふうにドライバーとかあとプロバイダーがあってもそのオープンスタックの構築されたシステムことやっぱり設定とかいろいろ違うんですね それによってのが対応しているといっても意外と動かなかったりというのが結構まだ現状はあります。で,そうです、ね、やっぱりその自分が使いたいというツールが自分たちがリリースしているクラウドで動かないっていうのはやっぱそれは寂しいだろうということで,でどうしたかといいますと、まあ、ベイグラントの方はしょうがないのであのもう自分でフォークしてフローティング IP じゃなくてフィクスル IP の対応してあとまあいろいろキーストーンから返ってくるサービスカタログが違うとか。 まあ、そういった細かい違いとかを全部直してリリース自分でリリースをしています。RubyGems に登録して大体1000ぐらいのダウンロードがあるんですかね。これであのコノハでもウェイグラントアップができるようになりました。で一方で下の Docker マシンの方はとこれはあれですね、確か IPv4 と V6 のデュ,アルストックデュアルスタックに対応しない実装になっててでコノハで動かすと V6 のアドレスが取れて通信できないとかそういった不具合があったんですがそれも 開発元にプルリクエストしてマージしてもらえて次から入るという形になったりしましたこういうふうに結構そのまあなんかここで言うのもあれですけどなかなかオープンスタック対応とか書いてあっても意外と動かなくて、まあ、自分たちで直すみたいなのがまあ結構ありますで木、まあの葉とかも開発する時にその、まあ、動いたり動かなかったりとか対応してると言ってたのが動かなかったりとかいうのも結構あってまあそういうのを自分たちで解決しながら使うというのが まあ、オープンスタックの現状なのかなとも思っていたりします。でまあ、ちょっと他にもワードプレスのプラグインなども作っています。でこの上のはワードプレスって動画とか画像ファイルとかをブログの記事にアタッチできるんですけどそういうのをあのスイフトに保存できるようにするプラグインですね。でこれによるとワードプレスのホスト自体にその大きいファイルを保存しないでそれをスイフトに保存できてで 動画のファイルとかその大きいファイルの配信も SWIFT の,のウェブ公開で直接できるとそういったのを自動的にやってくれるプラグインですね。であとはその下のようにコノハの独自、コノハの独自拡張に対して応した API 用のツールとかを作っています。ちょっと私は実は Python を書けないので OpenStack のコード自体に直接 コントリビュートできないというのがずっとなんか歯がゆいなと思ってたことがあったんですが、まあ、なのでちょっとオープンスタックの API を使ったツールとかドライバーとか、まあ、そちらをちょっと作っていきながらできるだけそのオープンスタックシステム同士のいろんなシステムで動くようにしていって、まあ、結果として木の葉の上でも動くソフトウェアとかが増えたらいいかなと今は考えています。はいはいで 以上で私からのお話は終わりました最初 GMO インターネットについてお話ししました次に GMO インターネットの中でクラウド事業というものがどれくらい大事かあとどういうポジションにあるかということをお話ししましたで2つ目我々がなぜオープンスタックを使っているのかどういうふうに使っているのかそういったことをお話ししましたこれを踏まえて g o の方からより具体的な技術的なセッションを行いたいと思いますのでそれではお願いします 野さんありがとうございます。えー、っと,ということであの先ほどあのいくつかの詳細であのオープンスタックを使っているということで、えー、まず最初にあの使ったところからちょっと遡ってお話したいと思いますで、えー、まずお名前ドットコムの VPS なんですけども、まあ、ディアブロ懐かしいあのバージョンなんですけども、えーっとまあ、まだ原油サービスでありまして えー、フラットな n o v ネットワークを使った IPVO オンリーの VPS サービスになってますでストレージとかそういうのは、まあ、もちろんなく、えー、主に VM をデプロイするとそういうようなサービスですはいでまあちょっとネットワークの図のところをちょっと拡大するとこんな感じになりますけどもまあお客さんのネットワークのところはもう、まあ、L2 じゃなく L3 でこう分 共有されているまあ顧客ネットワークがあるだけになってます。で、えー、まあノア、NO、ネットワーク自体はまあリナックスブリッジで動いててすごく便利すごいシンプルでフラットなネットワークでスケールするというのもありますけどもまあ、えー、まあそれでもえー、っと付加価値とかそういうのは なんかネットワークの高機能な何かを作るとかそういうのはできませんのでまあ単純に VM を並べるだけのサービスになってしまいますそこでえグリズリーが登場したときにえカンタムというまあニュートロンの前身の,あのものですけどもそこでオープン V スイッチというのが入ってきましたでえーそれで GRE トンネルでオーバーレイネットワークが組めるようになりました これを使ってグリズリーのバージョンでオーバーレイプラスフラットのネットワークでサービスを作ることになりました。で先ほどあのデュアルスタックってお話ありましたけどもこの時にもある程度はその v 六とかちょっとはあのソースコードが入ってたのでそれを一生懸命直してデュアルスタックで動くように、えー、しました。で、えー 基本的にオーバーレーネットワークは GRE トンネルで形成されるんですけどもまあそれに、えー、お客さんが、えー、と何個までトンネル作れるのかっていうのはまだ未知数だったので、えー、その辺は手探りでだいぶやりましたストレージ系のサービスはこの時点ではまだあのオープンしてなくて、えー、後からあのハバナのサービスができた後にオブジェクトストレージをこの コノハのグリズリーのキーストーンを接続できるようにして、えー、と使えるようにしました。で、まあ、オーバーレイネットワークのところなんですけども、えーまあ、GRE トンネル、メッシュがこうフルメッシュで組まれるんですけどもその時にえっ、ー、にいっぱいスケールが大きくなってくるとメッシュのトンネルが増えてきます。そんで、えー VM、が 特定のところにお客の、えー、テナントの VM ができるんですけども、えー、それ VM がなくなってもその経路をそのまんまのあの通信してたりすることがたまにありますそういうことで、あのー、特定のコンピューターにこう通信が極在化してたりとか、えー、ちょっと不思議なことが起こることがあります、えーまあ、ちょっとそういうことに遭遇して、えー、これ以上規模拡大は無理じゃないかということでまあ いいろいろブロードキャストストームみたいな感じのパケットが出てたりするのでクリズニーの方はもうちょっとあのスケールはもう止めていますえーオープンスタックのハバナで GM アプリクラウドの方をえとリリースしていますえこちらの方は VLAN の Linux ブリッジを使ったニュートロンのモードで えー、10G のネットワークで、えー、組まれています。えー、l b a r スの方う、えーえー、l バ a r のあーブロケードの ADX っていうあのアプライアンスの、えー、l ルバスドライバーをちょっと書きまして、えー、NAT モードであのサービスをお客さんに提供しています。でここで初めてあの API の方を公開するようになりました。で グランスのストレージも提供してシンダーの方最初は HP のスリーパーをアクティブアクティブのマルチパスモードで出しましたところがこれあスリーパーって普通ストレージ屋さんに聞くとアクティブアクティブは普通だっていう風に思ってるんですけども実際我々も最初それで使えるかなと思ったら実はハバナではシングルパスしか形成できなかったと。 いうことで、えー、そこはちょっと想定外だったんですけども、えー、我々の方で手を入れてアクティブアクティブで動くようにしましたでそれプラス追加のストレージで容量が足りなくなったのでネットアップを入れていますでここで初めてオブジェクトストレージをはばなで構築しましたで他に、えー、ベアメタルコンピュート、えー 幅であったノバベアメタルというのをちょっとモディファイでドライバーとしてコブラをキックするようにしてそれを使っていますこれまだサービスに使っておりますで API のとこなんですけども、えー、本来の API サーバーが一番下にいますその上に我々の方でその バリデーションチェックとか、あと入力値、この API 止めたいとか、そういう、えー、チェックをするサービスが PHP であります。でその、そこにコンパネとか、あとは実際のお客さんの,、えー、のーエンドポイントがあってアクセスするようになってます。はいで これが全体図なんですけどもちょっと後で資料を上げますのでそちらの方は細かく見てもらうとして、えー、っと顧客のテナントは必ず V ランが2つ割り当てられますで上側と下側みたいな感じでロードバランサー側が、まあ、コロンズでいうと青側っていうふうになってるんですけども、まあ、それプラスあと標準でそのログ解析の Hadoop のネットワークがこのサービスではあります。で、えー ほかに、えー、とスリーパーのシンダーがいますと。で、ベアメタルはここの DHCP のセグメントを経由してデプロイされます。そ,うそれでこのベアメタルのコンピュートには、まあ、コブラをドライブするといううにモディファイしました。で、ここのところが DHCP のセグメントですね。 でえー、我々のベアメタルは、えー、っとコンピュートの方はコンピュートノードの方は電 G の環境なんですけども、えー、っとお客さんに提供するベアメタルは1ギガのにネットワークは4本ボンディングしていましてで1本の線のところを、まあ、コブラで上がる DHCP のセグメントが使われますで最終的に、えー、クラウドイニットとかあとはアンシブルで処理して えー、ボンンディググでタグでタ提供しますなのでこっち側のスイッチのポートの方は、えー、アロードの、えー、VLAN で例えばここに書いてあるんだと2000番2001番と200 2501番をアロードすることによってセキュリティを保ちます。でテナントのネットワークと接続します。というような処理をしています。 スイフトクラスターも、えー、追加しました。で、そのとき、最初はハバナでリリースしました。で、ハバナでリリースしたっ、えー、とジュノの、えー、パッケージを作りまして、今はジュノーまでアップデートしています。で、ここのポイントは、まあ、ここにある、絵に,絵に構成通りに書いたんですけども、えー、っと、 コンテナとアカウントのサーバーのところに SSD を使ってちょっと処理をここデータベースのところなんでオフロードしてやるとこれがちょっとあの構築したときのポイントでしたはいでベアメタルコンピュートのところでちょっとえ実際にシスコのアロード V ランを入れてやるんですけどもこういうようなシスコのえっとプログラムを Python で作る使うツールで、えー、設定を自動的に入れるようにしています。はい、で、JUNO のサービスとして最初にコノハ10月の26日に、えー、っとアプリクラウドの方も JUNO のリージョンをリリースしました、はい。ここにミクモって書いてありますけども、えー、英語で言うとビューティフルクラウドということで <laughs>、はい、そういう意味があります。 でえー、機能の差なんですけども GM アプリクラウドの方は今までの機能をそのまま引き継いでいるので、えー、先ほどまで言いました内容をそのまま適用されていますでほか、えー、に、まあ、メインのストレージが、まあ、ネットアップになってますけども、はい、であと SWIFT とかも今までのものに SWIFT プロ xy っていうのを別に立ててそれをこの新しいクラスターに接続することで SWIFT は既存のままで新しいクラスターに接続するようにしていますで Konoha の方は先ほど ADX がアプリクラウドを使っているという意味言ってましたが LVS の DSR っていうものをソフトウェアロードバランサーとして提供していますでそして ニュートロンの方は ML2 の OVSVXLAN でオーバーレイのネットワークとして提供します。他に SSD のシンダーストレージとしてネクゼンタストアが使われています。はい、でフル SSD のサービスということで今回は東芝の,の SSD を全面的に採用しています。 GM アプリクラウドも、このハの方も、SSD のノードはすべて東芝の SSD で、先ほどのネクゼンタストアの SSD も、この東芝の SSD、エンタープライズ SSD を使っていますで。ネクゼンタですけども、えー、本来のシンダーストレージのほかに、えーっと、バックアップサービス用の、えー、ハードディスクで動いているバックアップストレージもネクゼントストアであります。でえー NO、の API の方にバックアップの拡張が我々の方でしていましてそれをオンにするとこちらの別のハードディスクの方のバックアップストレージの方に VM とか診断のボリュームがバックアップされます。で、この葉の方では JUNO の時点のデジネート DNS を使って サービスとして DNS と,と GSLB、えー、グロローーババルササイト、ドバランサーが、えー、使えるようになっています。GLSB のちょっと拡張があることによってデジネートのクライアントは直接使えないんですけども、まあ、API ではちゃんと叩けるようになっていますで。それに対して、えー、GM アプリクラウドの方では、えー、ネットアップのストレージを使っています。 まあ追加してて使っていますでクラスターオンタップを使って、えー、グランスとシンダー両方で使うようにしていますでそれでコンフィギュレーションでコピーオフロードの設定がありますのでそれをすることによってグランスのイメージに保存したものがシンダーでブートボリュームに使う時はコピーがバックグラウンドでこうされるというようなメリットがありますのでまあ そ,うそれを利用しています。で、あと、GM アプリクラウドのジュノーの環境は、アイロニックでコンピュートノードをデプロイしています。アンダークラウドというのはまあ全体のコンピュートのせ環境ですね。基本的なサーバーの構築になります。で、まず、キロのえーオールインワンのノードを1個作りまして、そこに、 アイロニックを設定しますでそれに DHCP のセグメントの方に、えー、アイロニックが使えるようにするして、まあ、そこ展示のネットワークなんですけどもそこにつないだコンピュートをアイロニックでデプロイしますでクライドユニットでネットワークのコンフィグが入った状態で、まあ、最終的なコンフィグレーションはアンシグで流します、えー、こういうような、えー、と運用にも使えますよということです でサービス側のアイロニックもあります。でそちらの方は、えーの、ジュノーのコンピュートにアイロニックだけキロのソフトウェアを入れています。でそうすることによって、アイロニックのアイロニックパイソンエージェントというのがうまく動くようになりますので、まあ、それで、えー、デプロイして、した後にまに、あ、ネットワークのコンフィグをクラウドユニットとか流して、そ,その後とに IO ドライブとか。 をデプロイしますで、えー、サンディスクさんの FusionIO メモリをお客さんの方で使えるようになっています。はい、以上でこう,こういう感じで、えー、と双方あの、ジュノを使い分けて、ネットワークのモードはオ、えーボイス対 l i n u x ブリッジで、VLAN 対、えー、VXLAN で、えー デュアルスタックがコノハでは使っているけどアプリクラウドでは使っていないと。で、えー、アプリクラウドの方はアプライアンスのロードバランサーとかストレージがありますと。で、それに対してコノハの方ではソフトウェアデーハインなネットワークで、えー、ストレージの方もソフトウェアデーハインですというような状態になっています。はい。ということでまとめなんですけども。 GM アプリクラウドの方はジュノのオープンスタックで、えー、とつい月曜日にリリースしましたでジュノのリージョンがリリースしたところでサンディスクのフュージョン IO メモリーをキロのアイロニックによってジュノのオープンスタックのノバの,の方に、えー、とデプロイできるとそして使えるとでコンピュートサーバーは、えー ヒロのアイロニックのアンダークラウド用のオールインワンノードによってデプロイしていますとで。シンダーとグランスはネットアップのコピーオフロードを使った、えー、VM シンダーブートを使っています。使えますと。エルバースの方はブロケードの ADX の NAT モードのオリジナルドライバーで運用できますと。でそれに対して、えー、っとコノハの方は 10、えー、のオープンスタックでも5月前回のそのちょうど、えー、と前のバンクーバーのサミットの時にリリースしましたで、えー、そちらの方ではデジネートの DNS で、えー、GSLB まで使えるようにしてますそして、えー、シンダーの方はソフトウェアデ,ィアのデファイナストレージの全タストアを使ってますでロードバランサーは LVSDSR のロードバランサーをこう開発しました いうことになります。以上、あこれで以上で終わりになります。我々のセッションとしてははい以上になります。あのご清聴ありがとうございました。えーえっとこの派のこの派ブー、あ G.M. インターネットブースを出しておりましてマーケットプレイスの T 四十九ブースに出ておりますので何かご質問ある方とかあのいらっしゃいましたらそちらにお越しくださればと思います。 そして JMO インターネットはオープンスタックを扱えるエンジニアを大々大募集中でありますのであのもしご興味のある方はブースにお越しいただけるか、まあ、もうこの後私私のところに来ていただいてもいいんですがぜひお声かけください。本日はありがとうございました